まあね、前半がひらがなだけじゃないで、後半が漢字ってなるから、前半と後半が、こう、別個になっちゃうと、うーん、いい空間ができないので、そこをどう、こう、調整するか、調和させるかっていうところがポイントかな。で、私がね、いつも美味しいなと思うところは、こういう、こうとかの、 こういう、こう、短くて、ち、えー、短くて画数の少ない字短い線で。そういうところに墨をしっかりと入れると、そこが、こう、存在感があって、周りの余白が引き立つんだよね。なので、まあ、ここは細くいくけれども、ここはしっかりとこう、墨をつけて、 ま、こう線を引くよりも、ちょんちょんぐらいの方がいいと思う。下にこう引く線がいっぱいあるからね。そんな感じでここを書いてもらうのがいいな。で、同じようなこう字形が、字が続くから、そこをどう展開していくかっていうところも工夫をしてもらうといいかな。これなんか同じような感じだね。<laughs> で、どう入れて。 で、これは一つの空間。でまあ、ここも一つ。で、の秋に行くとここはやりやすいよね。漢字で、ひらがなで漢字で。で、こう、ぐっと横の線もあるしね。で、どうしても皆さん、右左に詰まってしまうので、この、こがきを入れる場所をしっかりと残すといいよね。じゃあ、書いてみるかな。 で、今回は、えっとね、さっきどこいたって。あ今回は、あ、持ってきた。てきてちょっと細い筆を用意しました。お持ちの筆をどうぞ。これ一級園さんだ。結構これ出てくるかな。このね、これなんかついてるでしょこれね、大手先生がね、 自分の好きなねお筆にはこうやってねピンクとかね色分けしてあっただから多分一番使いやすいのが赤とかピンクとか次が緑とかうんまあちょっと真似してみてなんでこれがこの色が真ん中かというと意味はない <laughs> これは好きな筆 じゃあ書いてみるかなしっかりと入れてでちょっと入れすぎたなと思ったらちょっとこう紙でちょっと取っていただいていいよ。なんか表情を変えてとか思ったからさ。 ずいぶん変わっち同じになったかなでここ描いてる時はこっちを見るのよこっちを感じるのでここを感じてここちょっとかすれていきたいな うん、ちょっとあれ詰まったからこんなふうに描いてみようかで次なんか墨をしっかりつけたくなっちゃったガガあちょっとさまとまりがなくなっちゃったね こんな感じうん、ちょっと保湿入れちゃうねうーん。皆さんはあんまりしないかなこれ今やっちゃいけないって言うんじゃなくてここにちょっと墨が欲しいなとか思ったら書いたすぐにちょっとだけ保湿入れていいと思うようん。二度書きとか言うんではなくてなんて言うんだろうな保湿 ちょっとだけね。そうすると画面がぐっと変わってしまう。いい例えばここをぐっとするとあ。ちょっと変わってこないこここうやってぐっと入れるとあ、ちょっと変わってくるよね。うん。何個ちょ、ちょっとだけね。 ここに入れようかな。あははちょっと詩に読めないかな？こんな感じ。ちょっとなんかこうまとまったようなイメージがあるようなないような。このぐらい入れてもらってもいいよね。まあ、さっきお見せした方が。 普通っぽいけどねじゃあえっ、ー、とひらがなのね今言った「こ」っていうのはこんな風にしてもいいし線でもいいしねでうーんと結構ねたここの空間を生かすといい感じじゃないかなだからまあこうやってやるのもいいけれどもこう。 ちょっとこう開いてあげると、狭いのに、この空間を取った感じ、白いところが残ってる感じの空間ができるからいいと思うよね。で、縦長の空間を取ったこの下に穂は広げて、で、次ね、こう優しく入って、ここに壁があるようにグッと来て、 横に行くと、細く、細い下に、ぐっと太くて、ちょっとかすれの線が出やすい。それで、こう持ってきて、ここに、丸く展開しながら、ここに長さも出せると。彫って結構さ、表情を豊かに描けるよね。ね筆を、 こうやって動かすっていうのもいろんな線が描けるけれどもこうやってお筆をこう,あやこ,うこうやって穂先をあやあやすとなおいい線ができるよねなのでこは結構いろんな形いろんな線を描くみやすい線 字になるからそれがつまあこうやって書いてもいいかもしれないしよくこういうふうに三角形のような感じで書くのもあるよね。で「どう」書くときはこの参考手本のようにここよりもこっちを長くして書くのが まあ、書写的な感じの形から行くけど、ここを長くして書いても、まあ、ろに読めるかな。ちょっと頭が重い感じになるかな、これだとやっぱりこっちがいいか。で、ここでしっかり当てること、さっきのほと一緒。当てることで、太さが出てくるからね。いいと思うよ。あとはまあ、いけるか。で、 泣くのところの、こう持ってきて、こう持ってくるじゃん。で、ここで一つ私はこう考え、呼吸を置いて、でまあ、こう持ってくるわけじゃない。で、ここからここまでが一つ,つ。ここで一つ、ここで一つっていうふうに考えて、空間を作っていくといいかな。 あっきも縦ここを当てることでグッと幅広い線が出るそれにちょっとこう細い線を入れてしっかりと次のここ太さを出して脳はこの空間の中に入り込んで点だけではこ周りの余白も表現して持ってくると ね、こう混み合ったところ開いたところっていうのをちょっとこうオーバーに表現できるよねそういう風にしてもらってもいいよね。